7月7日金曜日の全国の天気をお伝えします。梅雨前線の影響で九州から東海にかけて雨のエリアが西からどんどんと広がっていきます。外出時に雨が降っていなくてもしっかりと雨具をお持ちください。一時的に強まる雨や雷雨となる恐れがあります。特に西のエリアほど激しい雨となる恐れがありますので十分に注意が必要です。一方、関東甲信エリアでは一日を通して晴れて穏やかな天気となりそうです。ただ気温が上がり、じりじりと暑くなります。そして夜も寝苦しくなりそうですので、一日を通しての熱中症対策欠かせません。北海道は気圧の谷の影響で雨の降ることがあります。雷を伴って強く降ることもありますのでご注意ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。